Never forget the Great Hanshin Earthquake, January 17, 1995. From Nagata FM. FM. YY. 自然災害について知りましょう。地震についてです。地震が起こるとどんなことが起きるでしょう。一番左の絵では家やビルにひびが入り倒れそうです。海底で地震が発生すると海が大きく動きます。津波が来ます。山が崩れる土砂災害が起きて家が流されるかもしれません。地震の時は火事になるかもしれません。料理のガス、ストーブ、漏電に注意してください。地震は急に起こって大きな被害をもたらすかもしれません。大雨、台風についてです。日本の大雨、台風はどんなものでしょう。日本では6月から7月は梅雨です。たくさんの雨が長く降ります。7月から10月は台風の発生、接近、上陸が多いです。広い範囲で大雨、暴風、高波などをもたらし、大きな災害を発生させます。台風から離れた地域でも湿った空気が入ってきて、集中豪雨になります。警戒しなければなりません。動くのが遅い台風は、強い雨や強い風が長時間続きます。動くのが早い台風は、風や雨が急に強まります。台風の種類が違うと災害の種類が変わります。台風が来ると災害が起こります。例えば土砂災害や高潮です。堤防を越えて川が氾濫することもあります。家の中に水が入ってくるかもしれません。台風が日本に近づいていると分かったら、すぐに防災のために行動することが大切です。地震や台風の時、まず何をしますか？情報をもらいましょう。兵庫県の防災情報を伝えている兵庫防災ネットアプリ版や神戸市の公式ホームページで確認してください。英語やベトナム語などたくさんの言葉で見ることができます。また日頃の備えに役立つ情報は神戸防災ポータルサイトで見ることができます。QR コードでアクセスしてみましょう。